回は黒の組織のボス、カラスマレイヤーの正体、さらには組織が進める謎の研究に関わる衝撃的な説を紹介します。アニメや単行本に含まれない内容もあるので、ネタバレ注意でお願いしますね。コナンにとって最大の敵、黒の組織、組織のナンバー2であるラムは脇田兼則だと判明し、ボスもカラスマレイヤーだと発覚。まだ謎は多いものの、少しずつ組織の全貌が見えてきました。でもカラスマレイヤーはすでに死んだはずの人物、生きていたら150歳近くの年齢なので、普通に生きているとは思えません。その謎を解くためにホピが世界中で極秘調査を行ったところ、なんと驚きの事実が明らかになったのです。それはなんと、黒の組織のボスはカラスマレイヤーの遺伝子から作られたクローンだとする衝撃的なもの。嘘つくなバロって思う人もいそうだけど、これまでの組織にまつわる数々の情報、さらには最新話で登場した描写から考えると、めちゃくちゃ現実味のある内容となるのです。どうしてそう考えられるのか、まずは3つの根拠を紹介していきましょう。理由1、灰原によるひな人形の発言。1つ目はコナンと愛ちゃんの会話から。コミックス38巻ではひな祭りにちなんだ夕日に染まったひな人形の事件が起こります。物語はあゆみちゃんが元太にひな人形を壊されたことが発端で、ひな人形にまつわるいろんなエピソードも登場。この事件の最中、愛ちゃんはコナンに組織の研究のことを話す場面があり、こんなことを言っています。安心しなさい、私の研究の目的はそんな夢のような薬じゃないわ。この地球のほとんどの人間にはその価値を見出せない愚かしい、そう、この小さな国の女の子にしか必要とされないひな人形のようなものだもの。このひな人形の言葉に注目です。ひな人形は平安時代に中国の文化を取り入れたのが起源とされています。今では女の子の幸福を祈るものだけど、その由来は自分の分身だったのです。愛ちゃんがどうして組織の研究とひな人形を結びつける発言をしたのか、また発言が登場した回ではどうしてひな祭りの文化に関する情報が散りばめられていたのか、妙だなって感じですよね。このような点から、組織の研究は自分の分身を作ることだと考えられるのです。理由2、最新話でのヒント。2つ目は最新話でのエピソードにあります。2022年の3月、原作では京都を舞台にしたストーリーでした。簡単にあらすじを紹介すると、小五郎が主演の舞台が上演されることになり、打ち合わせのために小五郎と蘭、コナンの3人は京都へ。しかし打ち合わせの場に行くと、平次と小五郎のダブル主演だと判明します。死神ことコナンのパワーによっていつも通り事件が起こりましたが、コナンや平次、さらにはたまたま京都にいた黒田兵衛も加わって事件は解決しました。すると最後の最後に衝撃的なシーンが登場。コナン、黒田、伊織、無我が車の横に立っていると、黒い高級車が通りかかります。するとその後部座席には酸素マスクをつけた謎の老人が。顔ははっきりと見えませんでしたが、その大物感漂う様子や数々の伏線から、その老人はカラスマレイヤーで間違いなしと思える人物だったのです。詳しい内容はこの前徹底考察した動画を出したので、そっちを見てもらえたらと思うけど、このエピソードからも組織のボスはクローンだと思える理由があります。それは小五郎と平次はダブル主演だったこと。小五郎と平次は主役は自分一人だと思っていました。ところが打ち合わせが始まると主役は一人じゃないと発覚。二人はかなり驚いたリアクションをしていました。これが一体何を意味するのか。カラスマレイヤーが姿を現す重要回で主役が一人じゃないってことが強調されたのは、ボスは一人ではないことを表しているのではないでしょうか。このこともカラスマレイヤーのクローン説につながるヒントだと考えられるのです。理由3、アムロの登場回の謎。3つ目はアムロさんの登場回にまつわる謎にあります。それはアムロさんの登場回は遺伝や DNA といった内容が多いことです。例えばアムロさんが初めて登場したウェディングイブの回は生き別れた双子の男女がテーマ。しかも遺伝的にもかなり珍しい異性一卵性ソーセージがテーマでした。また蘭姉ちゃんも DNA 鑑定なら
姿を変えてみんなを騙してる人もすぐに分かっちゃうねと発言するなど、遺伝や DNA がかなり強調されています。この他にも安室さんは遺伝や DNA に関わるエピソードが多いのです。このような妙だかという事実に、ある優秀な探偵さんが気づき、青山先生に質問されていたことがあります。定期的に行われている青山先生との交流会では、ある探偵さんが、安室が登場する話で遺伝子とか血液に関わる話が多いのは何でですかと質問すると、青山先生は、あまり言えないと、めちゃくちゃ意味深な回答をしたのです。安室さん自身に遺伝や DNA に関する伏線があるのかとも思えるけど、安室さんはボスとベルモットの関係を唯一知っている人物、その点を踏まえると、遺伝や DNA の伏線は組織のボスに対して貼られたとする見方も十分できるのです。このように、愛ちゃんの発言や安室さんの登場回で遺伝や DNA に関する情報が多いこと、さらにはカラスマレイヤが姿を現した時のヒントから、組織のボスはカラスマレイヤではなく、その分身のような存在だと考えられないでしょうか。またもう一つ衝撃的な説も紹介します。それはカラスマレイヤの分身にはコナンの遺伝子も入っていること。そう思える理由は、コミックス19巻で登場した愛ちゃんの発言にありました。愛ちゃんはコミックス18巻の時に初登場、まだコナンとも壁があり暗い性格だった時の愛ちゃんはこんな発言をしています。愛ちゃんはコナンを見ながら心の中で、あなたはすでに我々組織が半世紀前から進めていた極秘プロジェクトに深く関わってしまっているなんてと語っていたのです。このかなり意味深な発言、コミックス19巻が発売された1998年から未だに未回収の伏線ですが、こうは考えられないでしょうか。それはカラスマレイヤのクローンは工藤新一など優秀な遺伝子を組み合わせて作られた最強のクローン人間だということ。そう考えると、組織の研究に関わった人たちの発言にも辻褄が合ってきます。一人目は組織に協力していたプログラマーの板倉卓、彼は組織の研究に参加していましたが、研究を途中で断念。断念した理由は目の病気のためとしていましたが、後から本当の理由が発覚します。それは研究をやめたのは我々人間のためだったということ。研究を進めれば進めるほど人間にとって悪いことだと感じていたのです。今回の考察通り、組織の研究が優秀な遺伝子を集めたクローンを作ることだとしたら、普通ならありえない優秀な人間で世の中が溢れかえります。そうなると、自分たちは仕事にもつけず恋人もできなくなりますよね。板倉が研究をやめた理由は、組織がクローンの研究をしていたと考えるとぴったり当てはまらないでしょうか。2人目はベルモット。コミックス38巻でベルモットは、我々は神でもあり悪魔でもある、なぜなら時の流れに逆らって死者を蘇らせようとしているのだからと話しています。クローンを作れるようになれば、優秀な人間を作り上げる神様にもなれるし、やばい人たちを生み出す悪魔にもなり得ます。また亡くなった人でも遺伝子さえ残っていれば蘇らせることも可能です。このように黒の組織にはクローンにまつわるいくつものヒントが登場しています。そのため現在のボスはカラスマレイヤーを元にしていろんな遺伝子を寄せ集めて作られたクローンだってことも十分考えられるでしょう。今回は組織のボスはカラスマレイヤーのクローンだとする説を紹介してきました。今まで組織について語られてきた情報をまとめると、一番しっくりくる説かなと思います。ただまだまだ 100% とは言えない状況。これからも世界中の組織に潜入し、やばい情報をたくさんゲットしようと思います。ボスの正体や組織の研究に関する極秘情報を知っている人がいたら、ぜひコメントで教えてください。